死でも負けられない。同じサソリを操っているなら、なおさら本物を操る傀儡忍者としてよ。そして作った傀儡は朽ちることのないもの。そこに宿る魂を受け継ぐ後世の創演者がいてこそな。それこそ俺の望んだ芸術の形。ふざけんじゃねえぞ、サソリの旦那。こんな奴らの口車に乗せられてんじゃねえぞ。